はいどうも皆さんこんにちは、ピヨキングです。久しぶりにね、人気ランキングを見ていったら結構入れ替わってるんだよね。まあ一時やってないから人気ランキングが入れ替わったのかな。だから今日は難しさとか関係なく、ランキング上位のクリアしてないところからどんどん遊んでいきたいと思います。それじゃあまずね、この2番にあるファインドザエラーインザピクチャー、見るからに間違い探しっぽいよね。見た目がマリオで間違い探しはそんなにね難しくないだろうから、ぜひやっていきましょう。はてな、じゃあこれはまずどうなるんだ、どういうことこれ。なるほど、違うところを探して行けばいいってことでしょ、間違い探しだから。だから真ん中の矢印が違うよね。だからここ多分正解じゃないの。オッケー。いやこういうのね、たまには平和で楽しいわ。よし、それじゃあかぶっていこうか。かぶっていいのかなこれ。そして次は間違うところを探そう。みんなみんなもね、ぜひ一緒にやってみてください。どこが違うんだろうこれ。え、わかんないわかんない。あら、全部一緒じゃないこれ。うわ、全然わかんないんだけど。あ、わかった。真ん中のね、キノコが動いてるでしょ。その上に黄緑色のなんか登るキノコの山みたいなやつがあると思うんだよね。それが真ん中のやつだけ黄緑色だ。だからここが正解っていうことになると思う。多分ここで正解。オッケー。そして右ドアを入りましょう。そして今度の違うところは何だろう。今度は一番右だな。バネの向きがここ右になってるね。だからここが違うっていうことだ。これ誰でもできるわ。すげえ平和、めっちゃ簡単。あ、答え上に書いてんだ一応、ありがたい。そして次はどこだろう。これ難しくない、これめっちゃ難しくない。え、なんだろうなんだろう。あ、わかった、これ真ん中だ。これ真ん中、ブラックパックの奥にブロックがあんだよね。あ、違う違う、一番左だった。一番左だった。これね、ブラックパックのところに真ん中と右は後ろにね、なんかブロックがあんだよね。でも一番左のブラックパックの後ろには何もないから、多分ここでね正解だと思います。それじゃあ正解見てみましょう。オッケー、これでクリアかな。多分これでクリアだと思うけど、 1,2,3,4 どれがいい。みんな、俺4にするわ。じゃあ、あーとか言われちゃった。あ、待って、中間ポイント取るの忘れた。あっちゃー。まあいいや、一回も失敗しなければいいだけでしょう。それじゃあ一回も失敗しないでいきましょう。今度は時間大丈夫かなっていうか、これは一番左じゃない、真ん中だ。これ火が出てると思うんだけど、消えた時にコインがあるんだよね。ここだけ真ん中だけ、だから真ん中だけおかしいっていうことに気がつきました。ピヨキングです。よし、 OK。 そして次のステージ、これはどこが違うんだろう。これは難しいぞ。どこだろう。ツタもみんな生えてるでしょ。で、コインもみんなある。コインの右にブロックはあるか。で、その右にも岩あるもんね。これ結構難しくない？あ、わからん。これめっちゃ難しい。わかる人います？ツタの向きとか。いや、違うな。あ、わかった。あー、なるほど、やっとわかりました。これね、一番左の絵を見たらわかると思うんだけど、コインの下に雲の絵があると思うんだよね。でも真ん中と右はないんだよな。だからこの一番左の絵がおかしいっていうことになります。え？え？マジで違うの？あら？マジか。これ正解真ん中だったのか。うわー、失敗したな。うわ、俺あの雲の絵と思ったんだけど。よし、それじゃあファイナル行きましょう。絶対次は失敗しねえぞ俺。よし、どれだ、これはどれだ。めっちゃ難しそう。これは全部ちくわも2つあるし、土管も青色だし、針もあるし、針の裏もなんかあるよね。え、めっちゃ難しいんだけど。これは本当に
この雲の背景関係ないのかってか、俺雲の背景関係あると思ったわ。一番左だけなんか雲の背景とかあるけど、あ、一番右もあるな、そう言ったら。あ、わかったわかった、これはここだ。わかったー、よかったー、間に合ったー。時間が、ちくわブロックがあるでしょ、ここだけ。ちくわブロックの右がコインなんだよね。これでクリアできた。さっきは外れたけど、これは絶対クリアできたはずだと思います。これ他のコース行ったらどうなるんだ。あー、針でやられちゃうのか他の土管は。いや、めっちゃ楽しかったこのコース。いい脳トレになりましたよ。はいまた来ましたよ、ピクチャー2間違い探しです。しかもね、さっきと作った人一緒じゃんこれ。それじゃあね、第2弾間違い探しやっていきましょう。さっき1回ね失敗したからね、俺ちょっと悔しいんだよ。これ簡単じゃん、スターないだけやん、絶対ここだろう。よし、 OK。 最初は難しくはないよね。次のステージ行きましょう。そしてこれは一番右だ。これはオンの右が P になってるね、 P ブロックに。これは簡単だ。最初らへんはねやっぱ簡単なんだよね。どんどんね難しくなってくるから、みんな注意してみてください。そしてこれは真ん中だね。一応氷の中にコインがここだけない。それじゃあ答え合わせをしていきましょう。これ上にね答えがあるから分かりやすいよね。そして次はこれ難しいな、すぐ分かんないぞこれは。ツタの長さも全部一緒、そして赤ブロックの配置も一緒だし、スターも一緒だよね。そしてコインの場所も一緒、鍵も一緒か。あれ、これ難しくない？一番左の一番下なんだけど、森のマークっていうのかな、森の背景っていうのかな、それがここだけ違うんだよね背景が。それっていうことでいいかな、ちょっと行ってみよっか。違うかもしれないね、背景はどうなんだろう。あ、合ってる合ってる、あはははたまたまかよ。違う、ここキノコの幹が太いんだ。やっぱ背景は関係ないな。それじゃあ続きどんどんやっていきましょう。これなんかめっちゃ可愛いけど、どういうことこれ、あんま関係ないか。よし、背景は関係ないことは分かった。それじゃあ次はここは、つららは一緒、音符も一緒でしょう、コインもちゃんとある、同じところにあるね。で、ツタの長さも一緒で、キノコの幹の太さも一緒でしょう、で、鍵も一緒。あー、これ難しい。あー、違う、難しくなかった。一番右の音符の色だけ違うね、これ。じゃあここだ、よかったよかった。これでコースクリアではないかな、まだあるか。そして次はどこだ、次雪だるまがあって、ちくわも全部ある、フラワーの後ろがここだけ違うぞ。なんかなんだろうあれ、他はねファイヤーフラワーの背景は青いんだけど、ここだけね黄色いんだよね。何があるんだろう、多分それで合ってると思う。そうそうそう、これ後ろ何が隠されてんのかな、ちょっと分かんないな。よし、それじゃあファイナル。一回間違えたのがちょっと悔しいな、でもノーミスで行きたかったけど。そしてこれはスターの動きは全部一緒だな。そしてコインもあるな、ちゃんとスターの後ろにねコインがあるんだけど、それはちゃんと全部ある。 P ブロックの配置も一緒、そしてバネの配置も一緒、 P も一緒でしょ、でパウも一緒。わかった、これブラックパックンだ、これブラックパックの後ろにここだけコインが隠されてる。多分ここで正解でいいと思います。よし、それじゃあ青ブロック入ってみようか、きっとゴール。よし、ちょっと一回また失敗しちゃったけど、みんなはちゃんと全部正解することができましたか。はい、それじゃあ最後はこのコースにします。恐怖のトゲトゲ砂漠、トゲトゲしている敵たちとの戦い、難しさ4。結構難しいってことかな。でもねクリア率は
17% もあるし、最速クリア率はなんか17秒とかなってたから、そんなに長くないと思うんだよね。あ、待って待って、危ねえ危ねえ。なるほど、トゲを避ければいいってことね、このコース。なんかね、鍵のドアがあるからちょっと行けると思ったんだけど、行けんかったね。てっきり俺一回も死なないと思ったら普通に死んでしまったわ。 17% だったら一回も死なんでいけるやろとか思ったんだけど。さて、これはどういうこと、これ。あ、なるほど、そういうことね。で、これジャンプして上がる、そしてドアに入る。これは、な、待って待って、危ない。あ、こういうことね。よし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 。そしてこれは一番右まで行けってことか。よし、 OK。そしてこれも走って一番右に行けるとか。オッケー、よし。で、今度はセーブで次右の扉に入る。そしてゴー。どんなステージが来るんでしょう。え、なるほど。あ、待って。この子もね、トゲトゲしてるってことか。面白い。よし、それじゃあ避けていこうか。おお、危ねえ。よし、オッケーオッケーオッケー。あんまり難易度はそんなに難しいわけじゃないから、オッケー。あー、危ない危ない。おー、ビビった。優しい。一応初見殺しでは来てないで。よし、このまま走っていこう。オッケー。そしてこのままドッスに、あー、負けちゃう。危ねえ。あー、よかった。ラン、あ、やばい、オンオフすると忘れた。よし、ドアに入っていきましょう。うお、お、ビビった。あ、え、あ、ジャンプして避けるのか、これ。なるほど、了解しました。じゃあジャンプしていくか。で、ここスピランっぽいな、なんか。よし、いいね、これスピランも兼ねてるぞ、このコースは。ここもスピランか、違う。ゴールでした。いや、めっちゃ楽しかった、ここ。あんまりね、難易度も高くないし、ちょっと考えさせられるところもあって、めっちゃ楽しかったです。はい、それじゃあ今日のマリオメーカー2はこれで終わりたいと思います。久しぶりにランキングの上位をしてみたら、やっぱり面白いね。たまにはこういった動画も出していきたいなと思ってます。それじゃあまたね。